はいどうも、大気の器チャンネルです。来ました、スティールメイト勝利駒が出揃ってきています。はい、見てください。こいつ、これが玉です。これが玉です、ね、そしてこれが駒ですね。これ動けるところを指し示しています。こういくわけですよ。はい、行きます。行った。はい、成金と金でございます。こんな感じですね。こう見てください、盤が。今は盤を作らないといけません。先生、トータ先生、ガンガンできています。あ、いいですよ、別にラジオの音大丈夫ですよ。先生、一つちょっと見せてください。一つちょっと、一つちょっと意気込みのほどよろしくお願いします。トートさん、なんとか形にできるよう頑張ります。ありがとうございます。そうです、形にして頑張りたいと思います。それではファンタスティックフェスティバルでお会いしましょう。ファンフェスで行きます。で、トータさん、ファンフェスのドキュメント、トータさんがガッツリ映ってたあれなんですけども、はい、NHK さん10月1日と2日に、関西圏と全国ネットのおはよう日本で放送だったじゃないですか、はい、ぜひぜひ、思いっきり台風来てますね、はい、1日2日思いっきり台風来てますね、はい、台風が来た場合は、特別編成になるので、その場合はなくなるかもしれないので、それだけはお願いしますっていう風に言われてるんですよ、はい、まだ連絡もないしどうなるかわからないんですけども、ひょっとしたらなくなるかもしれません、放送がまあしょうがないです、はい、しょうがない、自然の脅威にはしょうがない。というわけで皆さん、大気の器チャンネルで、ファンタスティックフェスティバル DT ガムのことはお伝えしますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。